チームでやるような撮影の時にはね、もう絶対おすすめしたいインカムなんですけど、このホリランドから出てる、インカムですね。これめっちゃ使いやすかったんですよ。昨日高校生の、ラップ新聞甲子園、違う、新聞ラップ高校生新聞ラップ甲子園、はい、のライブ配信で、鹿児島のもう街中のねど真ん中で、実際にこれを使いました。でその前にはレースの撮影があったんで、その時にねレースの会場でも使いました。でね、やっぱりこれインカムあったらいいなってめちゃめちゃ思ったんで、ちょっとねインカムに興味がある人が、まあ、実際の現場でこうどういう風にうちらが使ってどういう風に便利だと思ったかっていうのをこう分かりやすいように今日この動画でシェアできればと思ってます。でこれね4つのセットです。おやきが1つでコキが3つっていうセットなんですけど、こんなね一個一個袋に入ってくるんですよ。でこれが M って書いてるのがマスターですね。コキになるのが、ここに番号1番とか、2番3番までかな。これ全部で4台なんでね、こんな風にこうこれ2番でしょ。最初からやっぱりこう番号が振ってくれてるのってなんかありがたいんですよね。なんか誰がどれを使ってたかとかって分かりやすくなるんで、例えばこう昼の休憩の時に1回充電したりとか1回みんなで外すじゃないですか。ただやっぱりこうね、あの他の人がこう汗いっぱいこうついてるのを使いたくないでしょ。使いたくないですよね。ね、そういう時にはやっぱり番号が振ってて、その自分のだっていうのは分かるようなにしてくれてるのはありがたいかなと思います。でこのインカムのね最大の特徴なんですけど、普通インカムってこうつけるじゃないですか。でつけた時にここからなんかこう送信機受信機とかっていうのが別にあったりするんですよ。でもそれがなくてもうこれ単体でいいっていうのは、これはめちゃめちゃいいです。そしてねすごい軽いです。軽いっていうのはねやっぱめっちゃ大事だと思うんですよね。あとねこれセットで入ってくるのが、ついてくるのがこのバッテリーなんですけど、バッテリーがこれはね4個セットでは8個ついてきます。なのでそれぞれに入れておいて、そして予備がもう1セットあるんで、実際にやっぱりこう現場で使う時って途中に1回こう休憩とか入ったりすることがあるんですけど、その時にねスワップできるんで、常に途中で切れることがないっていう状態で使えるっていうのは、これはめちゃくちゃありがたいです。そしてここのこのバッテリーのね充電のここなんですけど、コンセントからの充電で、まあ、できれば USB-C にしてほしかったなとも思ったんだけども、だけどもですよ。でもこれにするメリットあるなってちょっと昨日使ってて思ったのが、これねこれをこうねじ込んでロックかけられるんですよ。これ USB-C だったらなんか引っかかった時とか抜けちゃうんですよね。抜けないようになってるっていうのは、あこれはちょっと嬉しいかなと昨日使っててね思いました。昨日の現場もすっげえ暑かったんですけど、暑い時ってこの耳がね、この今これスポンジなんです。このスポンジがいいです。スポンジだったらやっぱりこう密着してる感じはないんで、そんなにここが汗かくっていうことないんですけど、ちなみにもう一個ついてます。これイヤーパッドカバーの方で、これだったらもっとなんか周りの音が入ってこず綺麗に聞けるんだけども、昨日みたいなすごい暑いって今のねもう夏のような季節ではちょっと使いにくいかもですね。でそれを選べるのがいいですね。長さもね左右で調整できるの、これいいですよね。でこれ下げたらオンになるんですよ。で上げたらオフになる。だから下げて話す、でこっちが話してる内容をこう聞かれたくない時、他のみんなにシェアしなくてもいいっていう時にはこれを上げておけばオフになってるんで、ここで話してる声は向こうに行ってない、でもこっちから聞こえてるっていう状態になるんですよね。そしてこっちでかけたにしても同じように使えると、これ良くないですか。左耳だけでないと使えないとかじゃないですか。これがどっちにも降りるんでね。じゃあ実際にちょっと使った使い勝手気になりますよね。そっちを試してみたいと思います。なので昨日のね撮影帰りなんですけど、実はでうちの動画の力のねコミュニティのメンバーのその映像制作チームで現場に入ってたんですけど、実際にリアルにチームでね使ってたメンバーがいるんで、ちょっと昨日とは違うけども、ここめっちゃねそこね川の流れがすごくて結構あの騒音入ってますよね。そういう状態でどれぐらい聞こえてるかっていうのもちょっとテストできるかなと思って、じゃあちょっと試しにやってみましょう。はい、じゃあ実際に今つけてます。で昨日のねうちの撮影チームで参加してくれてた大輔さんと幸喜さんも一緒に今つけてる状態で、
でこれでね実際にどれぐらい聞こえてるのかっていうのもテストしようかなと思ってます。でテレビ朝日撮影部さんの YouTube のチャンネルでねやってた、ここにマイクをね今同じくねあのホリランドのラーク150を仕込んでるんですよ。なのでどんな風にね俺がこう聞こえてるかで、ノイキャンがどれぐらい、ノイズキャンセルがねどれぐらい効いてるかっていうのも同じように見せれればなと思って、であとねこれのスイッチ類のことねちょっと説明してなかったんで、ここに電源のねオンオフがあるんですね。オンにするとここのマイクのねここの部分にランプがつくんで、もうめっちゃ分かりやすいです。でこれ上げてるとこの赤の状態、これは今聞こえてない状態で、でこれを下げると今グリーンになったでしょ。でこのグリーンっていうのが普通の通常モード でこのマイクのこの裏のところにねスイッチがあるんですけど、これを入れると青になる。これがノイズキャンセリングのモード。ここにマイクがついていて、ここで周りの環境を取ってて、でそこを音をうまくねそのノイズを除去する、打ち消すような感じにしてここから聞こえる、要はノイズが消えた状態で、まあ、消えたというか、ね、抑えた状態で聞こえる、そんな構造になっております。今ここね霧島のすごい山の中なんですけど、ちょっと山の中なんで木もあるんで電波の入りが良くないですよね、おそらく。でそれぞれ大輔さんとコウキさんに別々方向にちょっと歩いて行ってもらいながらお願いします。ちょっといい運動しましょう。行きます。で昨日の以前使ってた環境を振り返りましょうか。じゃあ今、そこからですね、そこから人工滝の方まで 500m あるんですね。で駐車場までは 250m。 じゃあコウキさんは250駐車場まで行って実際に入るのかどうか、これ入るかな、まあまあちょっと行きながら話しましょう。じゃあ行きましょう。お願いします。昨日めっちゃ盛り上がりましたね。めっちゃ盛り上がりました。でこれインカムなかったら昨日の現場はまず無理だったと思うんですよ。いや無理でした ね助けられましたね。実際になんかやっぱり会場もそのラップをねやってるんで、すごいスピーカーで大音響だし、で俺がカメラ三脚固定でねスタリックで撮ってた時ってスピーカーのもほんと目の前だったんですよ。でも普通に聞こえてました。聞こえてましたね。でちょっと昨日やってて分かったんですけど、マイクの位置はやっぱり結構自分の口には近づけた方がいいですね。こんな感じね、こんな感じですね。ちょっと遠いとやっぱりなんか入りが悪かったですよね。聞き取りにくかったですもんね、マイクはちょっと距離があると。で実際にあとは、三脚固定でも俺は撮ってたんだけど、途中でハンドヘルドにね切り替えてハンドヘルドで動きながらも撮影もしてたんですけど、でその時も普通に綺麗に入ってたでしょ。入ってましたね。めっちゃ入ってましたよ。ですよね。スイッチャーをしてたコウキさんがすごい便利な使い方できたなと思ったのが、 A カメ行きますとか、今から B カメ行きます、3、2、1とかって指示を出してもらってて、するとその B カメの人も、 B カメは大輔さんしてくれたんですけど、で俺 C カメやってたんですけど、なんか今からこっちに来るとかっていうのが分かるからいいんですよね。いきなりこっちにスイッチングされて、ちょっと入りが悪い、今何メーターぐらいだろう。これ今どっちの声が入らなかったのかな。入ってます。これ。あ、コウキさんの声かな。僕の入ってます？あ、コウキさんのがちょっと入り悪いかも。ちょっと戻ります、僕。あ、今聞こえるね。大輔さんは？僕はどうですか。あ、いやでもまだ入ってるですね。僕は足が短いんでそんなにまだ進んでないと思います。でも少しなんかちょっと途切れ気味にはなってるかも。やっぱこんだけ木があるとちょっと難しいのかな。コウキさん駐車場たどり着きました？着いてないですね。さっき鳥居があったところ。もうちょっと行ってみます？いやもうブスって切れました。ああ、じゃあやっぱそうだ。その辺ですね。ちょうど岩場の影になったんで曲がって。じゃあ帰ってきながらの大体何メーターかぐらいを報告してください、教えてください。はい、はい。まあ、で実際にあとはその便利だったのが、そのライブ配信も絶対間違いなくこれ使った方がいいと思うんですよ。した方がいいですよね。絶対あった方がいい。であとカメラオペレーターとしても、その今いい感じでこの画角狙えてるから今こっちにちょうだいっていうね、Cカムに、Cカム今いい感じなんで Cカムお願いしますって、こっちから逆に Cカムの映像使ってよっていう提案もできるっていうのは良かったかなと思うんですよね。もしかしたらこっちは木の影で結構
お、電波が戻ってこないのかもしれない。で、一回今途切れたんですけど、今聞こえてますね。50メーターぐらい戻ったら復帰しました。あ、そうなんですね。なんか復帰した時に音出たりとかするんですか。何もなしでいきなり繋がる感じ。いきなりつプツって繋がりますね。あ、そうなんですね、うん、いきなりプツって繋がります。戻っていいですか。あ、戻ってきてください、お願いします。まあでも実際のリアルな現場でこんだけ思いっきり離れてっていうことってないと思うんですけど、ね、いやないと思いますよ実際。でサーキットでも使ったんですけど、サーキットはもうすごい見通しがいいんで、ね、うんうん、サーキットの場合は350、実質350ぐらい離れて使ってましたよね、うちら。でしたね、うん、ね、でサーキットでやっぱり使いやすいと思うのが、その撮影してる時にできればこのフレームインしてくるところから撮りたいから、レックはあの車が撮ってる車両が来る前にもうレックは回しときたいんですよ。でもずっと回しっぱなしにはしたくないんですよね。それを、うん、あの1人あのアシスタントでちょっと手前のコーナーとかから見ててくれたら、そしたらうちらが撮影してたのが75番 の、 あの車両だったんですけど、スープラだったんですけど、その75番のスープラがどこかっていうのが実際もう200キロぐらいで走ってると分かんないんですよね。で正面から見てるとゼッケン番号見れないんで、でも手前のコーナーとかから見てくれてると75番、例えば黄色のポルシェの後とかね、うん、そうやってこう、あ、帰ってきてくれてたんですね。ちょっとここ座りましょうよ。なんかそうやって教えてくれると分かりやすいですよね。でそのね、そのやり方、去年富士の撮影に行った時に、はいはいはい、このインカムの前のモデルの C1 プロが入れてるやつ、プロじゃない C1 ですね。 C1 のモデルで試して、あ、めっちゃいい、うん、いいじゃんっていう話をしてたんですね、うん、そうそうそう。で今回ライブ配信とあとまたレースもあったんで、それであのホーリーランドさんにね協力してもらって、でこれ送ってもらって実際今試してみた感じです。でこの C1 プロのいいのって、もともと C1 持ってた人とも使えるんですよ。ああ、それいいっすね。買い替えなくていいんですよ、うん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 、なるほど。めっちゃいいですよね、うん、あとライブ配信で使ってみて、レースで使ってみて、なんかいいなと思ったところとかあります？やっぱこう、先ほどトニさんも言いましたけど、やっぱりカメラマンからしてこの映像はめちゃくちゃいいっていうのをスイッチャー側に指示が来るんで、こっちも安心してスイッチングできるんですよね。ああ、そうですよね。ああ、そっか。画角を狙ってる時なのか、それかもうここでこれで OK って思ってるのかどうかが分かんないですね、うん、スイッチングする側としてはね、うん、なるほど。そうね、うん、でもそれもそのカメラ側から見ても逆の立場でも一緒で、やっぱさっき言ったようにカウントダウンがあって、じゃあ自分がちょっと休める、どこで休んでいいか分からない、それが的確にインカムからこう出てくるんで、それはちょっとこう力やっぱ抜きたい時も出てくるんですよね。そこで画角を変えたい時とか、そういう時はなんか的確にこれがうまく使えてたなっていう、うんうん、そうですね、うん、はい、そんな感じで、まあ、チームで撮影するっていう時には、ちょっとこれ切ってみよう、あのノイズキャンセルを、あ、今青がオンだから、あ、今グリーンなんで、今俺切った状態、これでどれぐらい聞こえてるかっていうのを試しに撮りながら、はい、このホリランドのね、このインカムいいなと思ったら、この動画の詳細欄にリンク先入れておきますんで、ぜひぜひ、本当ね、あの安くはないですけどね、ぶっちゃけ、うん、まあ、でもやっぱ途中で現場で使えなくなるっていうことの方が、うん、もう致命傷なんで、うん、それを考えたら、うん、ちょっと投資はしてもいいのかなとは。その現場によってはもうこれは必須です、うん、いや、うん、です。また昨日みたいな大音量の、ね、うん、会場だったら特に、うん、そうですね、スピーカーの目の前でも全然聞こえるんで、ぜひぜひ良かったなとね、あのちょっと参考になったなと思ったら、ぜひこれはおすすめです、本当に、はい、チェックしてみてください。 I hope you guys enjoyed this video and see you in the next one. Peace out.